マスターが言ってた怪しい奴らってあの人たちかな。なこら、何ジロジロ見てんですかね。喧嘩売ってるならひき肉にしちまうぞ。これこの感じまがいものね。ごめんなさい、倒すしかないわ。他にはいないようね。お帰りなさいませ。お待たせ、買ってきたわよ。頼まれてた牛丼大盛り。しょ、はい、三つね。あんたの健康を第一に、玉ねぎ多めにしといたわよ。ところでだね、君たち、彼にもここ飲食店だぞ。なるべく持ち込みは、たまには店で注文してくれねえかな。でもマスター、このお店ってコーヒーは美味しいけど、お食事はあんまり美味しくないよね。従業員直々にさらっと営業妨害の発言はやめんかい。しかし、あんたたくさん食べるようになったわね。いや、食べるようになったってレベルじゃねえぞ。大食い選手権に出れるくらい毎日食いまくりじゃねえか。やっぱりこれってまがいものに改造された影響が出てるのか。多分、普通まがいものにされてしまったものは人間を襲って勢力を奪うけど、彼はそうじゃない。だから生きていくためには人並み外れた食事が必要になるんだと思う。ふん、そんな理由があったのね。太陽が苦手だったり、すごくお腹減ったり、なんだか大変ですね。けどよ、なんかおかしくないか。他の奴らは人を襲うのに、なんでお前は襲わないんだ。一応まがいものなんだろ。それは、ああそうだ、お前がこれからの戦いに備えられるように、わしもいくつかサポート方法ってやつを考えててな。言うと例の説明を頼む。はい、ほらちょっとスマホを貸して。こうしてこうで、うん、これでよしっと。はい、お前のスマホに自警団に寄せられる依頼を受けられるアプリを入れておいたよ。スマホの画面からサブミッションと書かれたアプリを選んで起動することで使うことができるから、いろいろと試してみてくれ。これで。そこから先はわしが説明しよう。正直、まがい者との戦いではお前に多くの負担がかかることになる。もともとスポーツが得意ってわけでもなく、特に喧嘩慣れしてるわけでもなく、格闘技なんてしたことすらない。そんなお前がまがい者との戦いで少しでも有利になるには、
多くの人に接すること、相手の機微をつかむというか、とにかくそうやって他人になれるのが早道なんだよ。今後お前にはいろいろな依頼を与えるから、どんな依頼をどれだけ受けようかはお前に任せる。うまくこなしていってくれ。ってことでパトロールついでに試してみてくれよ。じゃあ俺たちは駅前一帯を見回るぜ。あんたたちは裏通りに行ってみてよ。了解、任せといて。とにかく何か見つけたら連絡するわね。ごめんなさい、あなたたちまで巻き込んでしまって。気にするなよ、秋葉はみんなの町だからな。わしらの手で守れるところは守る、それが自警団の役目だよ。おお、さすがマスター、男だぜ。そこに痺れぬ、憧れぬ。また会いましたね、ニーニと一緒にいた人。うん、先輩の妹さんです。ああ、前に言っただろ、隠れキャラみたいなやつがいるって。こいつも店に勝手に住み着いてる。つーか、この店で引きこもりやってんだよ。カウンターの裏に勝手に小部屋を作ってな。あの、時風雫です。自警団にお世話になることになりました。よろしくお願いします。存じてます、カウンターの裏で話は聞いてたから。まあ適度によろしく。ニーニに説教されるいわれはない。あまり三次元人と話すとエナジーが減るので、今日はここまで。話があるから、ニーニは後で私の部屋に来るように。まあこのアニヤってあの妹ありというか。でもバカな兄貴と違って昔はもっとちゃんとしてたよ。妹さんはすっごく手先が器用で、いろいろな服を作れちゃうんですよ。秋葉樹警団が使っているオリジナルの護身具も妹さんの魔改造の賜物なんですよ。コスチュームで困ったことがあれば妹さんに相談するといいですよ。と話の途中だった。見回りだよ、見回り。んじゃ俺たちは駅前な。妹さん話があるみたいだし、それが終わるまで私は待ってるから行ってあげたら。話というのは他でもない。ミッション、妹を助けてください。妹が困っているので悩みを解決するのがニーニの役目です。やってほしいことはサブミッションアプリに登録しておいたから、スマホから確認すること。ということで、あとはよろしく。
どうぞ。それでは。依頼を達成しているのを確認した。お疲れ様です、ニーニー。お礼と言ってはなんだけど、ニーニーの護身具を鍛えてあげる。もちろんお小遣いはもらうけど。があるなら私の話は終わり。妹さんとの話はもういいの？私たちも行きましょう。これ以上被害を増やしちゃいけないから。Thank you.